いや皆さい彼、えー、これ20年ぐらいカメラおじさんをやっていますおじさんになったのは最近だけどね、えー、カメラマン業をやっていていろんな写真を毎日見るんですね SNS でも流れてくるじゃないですかでその中でねこう,こうすればいいのになっていうことがたまにあるんだけどアップしてる人に直接「え君はこうするといいよ」っていうのこう嫌じゃないですかなので、えー、この場でこっそり伝えていこうと思っています お友達で同じようになっている人がいたら、えー、こっそり教えてあげると親切でいいんじゃないかなというふうに思いますよ。ななんどういう内容かっていうと写真を撮ってて、えー、撮ってたというか写真を見た時にポヤーンってしてるやつがあるじゃないですか。えー、っとね 説明の順序がちょっと難しいんだけど写真は理想の状態っていうのはパキンパキンに写っている状態なんですよ例えばピントがしっかりしている例えば私の顔が今写ってますけども、えー、ピントが私の顔に自動的に合うようにそういう優れた賢いカメラを使っているわけですよなのでピントがここ、まあ、基本的に目ん玉に合っていてまあはっきりしているでしょ多分あの顔がはっきりしていないとかっていうのはあれですけどもでそれに対して後ろはボケてたりするよね それってね基本的には人為的に決定することでで基本的には写っているものはパキンパキンにはっきり写っているっていうのが正解は正解なんですよ。でこれはピントっていう意味でもそうだし、えー、コントラストっていう意味でもそうでコントラストっていう言葉にするとちょっとあのややこしくなってくるかも、まあでもコントラストって言葉自体聞いたことあると思うんだけど明暗さがはっきりしてるっていうことなんですよ。で写真カメラの技術っていうのは。 基本的にはコントラストが高い方が技術的に難しいのでそこを求めて頑張ってきたところがあるんですねところが、えっと、SNS 上で見てるとわざとやってるやつは別として、えっと、はっきり写したそうな感じのただのこう,こういう風景でしたとかっていうただの記録写真あるじゃないですか記録写真ってコントラストっていう意味でもピントっていう意味でもパキッと写ってる方がやっぱ気持ちがいいは気持ちがいいんですね で、そういう風うなんだけど、それがもやっとしていることがあったりするんですよ。で、特にスマホの写真でありがちなんですけど、なんでスマホの写真でありがちかって言って、これ条件が条件が2つかな。簡単に言うと2つあって、一つはレンズが汚れてる場合が多いんですよ。で、私もスマホ持ち歩いてますけど、その？ カメラの単体カメラのレンズと比べるとスマホのレンズって扱いひどくないですかあのポケットに突っ込むはそのポケットも私全然汚いんであれですしその辺にベタっと置いてそのまま焼肉の油を浴びたりとかですねいろんなことがあってここにレンズがもちろん皆さんご存知の通りレンズがあるんですけどここのレンズが汚れてたりするんですよで特に油汚れがですね非常によ,よろしくないです画質にはよろしくないですねでその結果としてポヤンという写りになります がち要はえっ、ー、とレンズがクリーンな状態だとレンズの前に何もついていないのが理想なので、えー、パキッと明瞭に映るはずが、えー、レンズが油とかでコーティングされていたり何かしらホコリとかもね、えー、つ,ついているおかげでポヤーンとモヤーンとしてしまうことがあるよっていうのが条件第一でもう一個がどちらかというと逆光の時に起きやすいんですい、ね、でね順行逆光って皆さん基本的なことはご存知な方がほとんどだと思うんで順行っていうのは今そこに光源があるんですけど順行私 あの光を浴びている状態ですなので、えっと、カメラが光源を背負っている例えば皆さんがスマホを持って写真を撮ろうってした時に太陽が後ろにあると巡光なんですけど太陽が向こう側にあるとそれ逆光なんですねで逆光の方が汚れが目立ちやすいというかポヤンとしやすいんですよなので今そこにそこに借りてる物件の台所があるんですけど台所でちょっとこのカメラを使って実験をしてみました 1>, 1枚目の状態はその素通しというか普通にレンズが綺麗な状態で撮っているやつですね。普通に映りますで。これ条件的には逆光です。外が明るくて中が暗いので逆光になっています。えー、まあパキッと映ってるでしょ。あの緑のふさふさも綺麗に映ってると思います。ラビットフットっていうらしいね、これね。で、それに対して。 ここにレンズに直接やっちゃうのはあれなので、精神衛生上良くないので、プロテクトフィルターっていう,こう素通しのフィルターがあるんですよ。ただあの保護するためだけのフィルターっていうのがあるんですね。があるんで、それをくっつけて、で、これ、何かっていうと、ここの中に無水エタノールが入ってます。これ、カメラのレンズをクリーニングしたりするのによく使ってるんですけども、な,なんで別にカメラにぶっかけても問題はないやつね。えー、それを使っています。焼肉の油よりも無害だと思います。でそれを ここのレンズの前面にシュッてかけただけでどうなるかっていうとこれ見てください。ドリーミーミでしょこれねきれいにきれいな何て言うかこう均一な密度でかけているのであのドリーミーな感じになってますけどもこれが油汚れだっ たりとか、ね、あの皮脂ね皮脂ねとかだったりするともっともごもごしたあまり美しくない感じになっちゃったりするのでこれをぜひですね皆さん気をつけていただくといいんではないかなというふうに思いますで対策として下にアマゾンのリンクをちょっとね今手持ちがなかったんでアマゾンリンクになっちゃうんですけどもえー 紙に無水エタノールがアルコールが染み込ませてあって例えばメガネとかスマホとかカメラのレンズとか拭いて脱脂できるようになっている脱脂クリーニングですねできるようになっている紙っていうのが小分けになったやつが売ってるんですよで100均なんかでも売っているんですけども成分がねちょっと洗剤っぽい海面活性剤が入っていたりいなかったりっていうのがあるので僕個人的にはカメラのレンズを使う時は あの多分アマゾンのリンクをすると思うんだけど白馬の製品を使ってみてすごく良かったんで、えー、白馬の製品を使ったりあとはカールツアイスっていうメーカーというかブランドが、えー、作ってるやつが前あってどうも最近復活してきてるらしいんですけどそれを使うと脱脂ができる。でなんでアルコールが入ってるかっていうとやっぱり我々そのカメラを使っている人間であってもあのレンズが。 汚れた時に油がががいいちゃうのが困ることが多いんですよ例えば不用意に触っちゃうことがあるんですねカメラバッグの中に入れてるレンズを取り出そうと言ってペタッて触っちゃったりすることがあるんですよ。なのでそういうことがあるので、あのー、脱脂したい脱脂しつつ他の汚れもね綺麗に取りたいなっていうことが多いのでアルコールが入ってるやつが、えー、売られているんでございますよ。 なので皆さんもスマホのレンズこれ使って大丈夫なのであの砂がついた状態でゴリってこすると砂でねあの汚れたりとかするんでそれはもう事前にちょちょっと砂砂とかホコリとかなんか頑張って取り除いてもらいたいんですけどもだしという意味ではアルコールを使うと綺麗に落ちるので、えー、まあ様子見ながらねやってみてくださいそんな感じでございまして基本的にはっきりした写真の方がゼという価値観なんで、えー、そこからポヤンとさせたいのでこう安全なねこれとかみたいに安全な ものでポヨントさせようとかって写真で言うとフィルターがあるんですよそういう専用のポヨポヨフィルターが売ってたりするのでそういうのがあるので、えー、使っていたりいたしますっていうな感じでございました皆さん健康な写真ライフを送ってくださいねまたね